始まりました。ダンサートーク、ダンサー好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。このチャンネルではですね、ダンスに関わるゲストをお迎えしたゲストトークだったり、USJ やいろんなバックダンサーをね、オーディションで勝ち取ってきた私、さや姉のおすすめオーディションなんかもね、紹介したりしております。再生リストでダンサールーツってまとめてるものをね、若手ダンサーの方はぜひ見ていただいて、ママダンサーもすごく多く出られてるチャンネルとなりますので、結婚出産後のダンス人生どうしようかなって悩まれてる方は、ママトークっていうね、再生リストもありますので、ぜひそちらの方でいろんな先輩ママたちのやり方を参考に、ママになった後ダンス人生も楽しんでいただければなと思い続けてます。ダンス好き情報シェアチャンネルでございます。前回の動画いかがだったでしょうか。ちょっと20代の失敗ということで話させてもらったんですけれども、今回は10代の失敗でございます。やっておけばよかった10代にっていうことね、5000ですね。このチャンネルで見られる方っていうのは結構私の同世代の人がもちろん一番ね視聴者さん多いんですけれども、ママになって子供が例えばダンスをしているとか、小学生でダンスをさせているとかね、プロダンサーになるために将来目指してて、今も10代でプロダンサーを目指してるっていうね方も、まあ、若干名ですけどいらっしゃいます。10代にこういうことやっといた方がいいよっていう、この失敗の私がこれから話す5000の反対をやっていただければ、失敗したかな、こういう風にやっとけばよかったっていう風にお話しするので、失敗の方は真似せんでいいから、こうやってやっとけばよかったっていう方をぜひ真似してね、やってみていただければいいかなと思います。今日も失敗なんで恥ずかしいですけれども、行きましょう。懐かしの10代、プロダンサーが語る10代でやっておけばよかった失敗5000、その1でございます。情報集めです。っていうのもですね、まあまあこの時代と私が10代の時って言ったらもう20年ぐらい前だけど、恐ろしい、20年前20年前になるから、もう今のねこのネット社会で情報集めが難しいってことはね、もう比べ物にならないですけれども、今でこそ10年以上ですね、東京に住んでますけれども、0歳から22、3ぐらいまでいた町っていうのが、大阪府岸和田市っていうところなんですね。まあ、精神地域なんて言われたりもしますけれども、ど田舎ではないけど、まあ、山と海近いな、みたいな感じのところで育ちました。まあ、だんじり祭りとかね、地元の有名なお祭りもあって、で、何やかんや岸和田ので生まれ育った人は岸和田のこと大好きみたいな、こう悪く言われることもね、ありますけれども、小城純子ファミリーが有名だったりとか、なんか何気にすごい人いっぱい出てるやんっていう、ちょっと面白い街だったりもするんですけど、当時、情報があったかって言ったら、急行電車で、本当に35分、40分くらいかけないと、大阪市内には出れないし、でもちろん東京とかに比べたら、ダンスに関する最新情報みたいなものは、正直こう、遅かった。っていう街だと思います。これ地方の子とかはだからいろいろ共感してくれる部分がある動画とかも過去にね、いろいろ出してると思うんですけど、ぜひね、東京行かなくていいみたいなね、動画も昔出してるんで、地方ダンサーちゃんはぜひ見ていただければなるほどって思ったりすると思うんですけど、この情報集めですよね、やっとけばよかった10代でっていうのは、じゃあね、10代の子どうやって情報集めしたらええのと。で、スマホ渡されるのも多分中学生ぐらいから早かって、情報集めどうしたらいいんだろうな、まあ、行ってるダンススタジオとかから、先生とか先輩たちに聞いて情報集めればいいのかなと思うと思うんですけど、本当にこの情報集めがですね、もっと早く知っとけばよかったなっていう出来事があって、それは私はこう、ミュージカルにすごくハマった時期があるんですね。ありがたいことに、こう、母親がいろいろね、劇団四季のミュージカルを連れて行ってくれて、ライオンキングとか、美女と野獣とかね、いろいろこう、見させてくれたんですね。アニーとか大阪公演とかも見させてくれて、あ、すごいな、素敵やなと思って見に行ったら、子役ちゃんが出てるわけですよ。それがね、小6ぐらいやったかな。小6ぐらいで、そういうのをすごい見に行かしてくれて、まあ、っていうのもね、私、小5の時に、初めてね、大阪っぽいよ。吉本興業ファミリーミュージカルに出たんですよ。大阪っぽいでしょ？そう。5年生の時に習ってたスタジオの先生がね、ピックアップしてくれて、3人ぐらい。習ってたスタジオからは3人だけ子役として出させてくれてね。当時ね、大沢あかねちゃんとかね、タレントさんも出てました。芸人さんも、ボンジョサムさんとかね、こう、いろんな芸人さんも出てました。そのミュージカルに出させてもらったのがきっかけで、歌って踊るのってすごい楽しいなと思って、ミュージカルがすごい好きになって、で、そういう劇団四季とかアニーとか、すごい見出すんですね。で、その流れで、まあ、すごいミュージカルに出たい。って思ったんですね。そのミュージカルにだから子役ちゃんが出てると、自分と同い年ぐらいの子供が
もう素晴らしい舞台に出てる、もう涙するぐらい感動するミュージカルに出てるのがいいなみたいな、私も出たいって思ったんですよね。その時は小6、12歳ぐらいだったんですけれども、そしたらね、その子役オーディションって、ライオンキングとかの子役オーディションって多分9歳から受けれた。で、何歳までやっけ、ちょっと待って今調べていい？9、10、11、12、9歳から受けれたですね。で、私当時そのライオンキングで感動したの12歳、え、もうオーディション受けれなくないみたいな。だから言ったらこの4回しかね、1年に1回しかオーディションないから、この4回しかチャンスがなかったわけですよ。ライオンキングのオーディションを受けれた、これに1回も挑戦せんまま終わってしまったんですよね。のヤングならですよね、狙うは、狙うはヤングならのオーディション4回挑戦できたはずが、知らんかったからオーディション挑戦できなかった、悔やまれる、時すでに遅し。そう、出たかったライオンキングめっちゃ出たかった。劇場で買った CD を買って、もうお家でずっと歌の練習してたぐらいめちゃくちゃ出たかったけど、気がついた時にはだからもうオーディションも終わってて、出ることがね、そのチャレンジすることすらできなかった。で、アニーの方は8歳からかな、アニー役ってオーディション8歳からできるのかな、違ってたらごめんなさい。でも今あれですよね、モリー役っていうすごい一番ね、ちっちゃい小児の役のモリーちゃんは5歳からですよね。5歳から受けれたりとか、言ったらそれがまあ、中学生までぐらいまで受けれたんかな、兄は15歳ぐらいまでかな。チャンスは1年に1回やから10回しか受けられへんっていうね。だから、それをもっと早く知ってたら、オーディションとか慣れじゃないですか、正直。初めてのオーディションなんてさ、もう緊張して頭真っ白みたいな、むしろ間違えたかもみたいな、振り飛んだかも、歌飛んだかもみたいになるけどさ、もう何回かオーディション出たらさ、ちょっと、あ、大体こういう流れよなとか、緊張するってこんなぐらい緊張するんやなとか、分かってくるじゃないですか。だからそういう場の雰囲気になれるみたいなことも、え、5歳からできたみたいな。奈良役のオーディション9歳から受けれたみたいな。小3からか、だから言ったら小3から本当は受けれたみたいな。もう知ったの小6。え？みたいな。早く教えといてみたいな。まあね、私もそのミュージカルに目覚めるみたいなのがね、やっぱりそのきっかけも、なかなかなかったですから、ずれてしまって、そっからミュージカル女優になりたいと思ったけど、あ、もう憧れのライオンキングさんには、子役で出たかったけど、あ、出れへんねやっていうのが、やっぱ後悔ですよね。だからこの、いかにこの情報集め、お父さんお母さん大変だと思う。もうお仕事してね、大変だと思う。もう、うちも、自分の母親が、看護師で、で、お父さん整体師をやって、もう共働きだったんですね。そんな中、ダンス情報を当時のタウンページとかね、そういうもうネットがないですから、そういう新聞とか広告みたいなもので、こう、オーディション情報を探すってなかなかね、できないよね。そう、だから難しかったんやろなと思うんですけれども、当時知ってたら、いろいろ出たかったなっていうところで、一個逃したらオーディション終わってたっていうのは本当にもったいないので、この情報集めをいかに早くするか。多分これはアンテナ張ってたら、そういうオーディション情報って目に飛び込んできたりすると思うので、まあ、結構ストリートダンスやったら、例えば、愛さんとかね、去年もこうライブツアーのオープニングアクトで、キッズダンサーをね、募集してましたよね。オーディションやってるよっていうのはいろんな SNS でシェアさせてもらったと思うんですけれども、そうやってね、チャンスが来た時に、あ、オーディションやってる、すぐ飛びつこうってできるように、ずっと TikTok とか見てたら怒られるかもしれんけども、毎月とかこう2週間に1遍とかじゃないけど、スマホ持ってる子はアラームしといてさ、 Google カレンダーとかでピロン、オーディション情報チェック日みたいなをね、リマインドしといて、こう常にアンテナ張っといてもらえると、自分がやりたいオーディションが見つかった時にパッて締め切りのギリギリじゃなくて早い段階で飛びつけるんじゃないかなと思いますので、セアネの失敗としては、その受けれなかった悔しさ、失敗したなと思うので、今はね、こうネットで撮れる時代ですので、ぜひお母さん、お父さん、そして本人もですね、大きいお子さんだったら自分で情報を取れるお子さんだったら、中学生、高校生だったら自分で頑張ってそうやってね、情報を取りに行く努力をね、自分でやってみましょう。10代でやっておけばよかったなと思う失敗5選、その2でございます。食わず嫌いせず踊ればよかった。結構私、好きなジャンルってなったら、こうギューってね、いろいろやるんですけれども、例えばね、クランプにハマった時期、2000年代のあのクランプがボンって映画化された時期とかはめっちゃクランプやってたりとか、ジャズファンクとかが流行った時期はもうめちゃくちゃジャズファンクのめり込んだりとか、もうその好きってなったら、思いっきりね、たくさん夢中になって練習みんなね、できると思うんですけど、やっぱりこの、例えばバレエ、クラシックバレエとかね、
はい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 。とか、ヒップホップ、すごい細かい、こう、LA スタイルのヒップホップのああいう細かいアイソレとかさ、あるじゃん。なんかこう、ずらすみたいなとかさ、なんかこう、ずらすさ、とかこう、もう一生なんか、一生ウェーブの練習させられるとかさ、わからんけど、なんか、そういう細かい練習とか、地味な練習みたいなのが、だんだんね、子供だし、こう、嫌になってきちゃうんですよね。そうなんです。晴れない動きで、バーバーバーみたいなのは、やりたいってなるんですけど、やっぱりずっとさ、こう、バー捕まってさ、タタタタタタタン、タン、タタタタタ、みたいな、あげる、ちまれ、ちまらんよ、ってなってくるんですよね。これが。そうなのよ。これがつまんなくなってきちゃう。もうだからそういう地味練とかね、この基礎が何でもさ、やっぱダンス以外もそうなんですけど、基礎が大事なのに、このいろんなダンスが踊れるようになってくるとね、やっぱ振り付けが楽しくなってきて、ちゃんと土台の練習をしてくれる先生だったりとか、あとはこう私はね、結構怒られるのがすごい怖くなって、苦手な人なので、ここハッピーポジティブみたいな楽しくレッスンをねやってくれる先生がすごい好きだったんですけれども、こう厳しそうな先生とか怖い先生ってちょっとこういけないみたいな感じだったんですけど、私が通ってたダンススタジオはすごいこう友達とか優しい先生が多かったですから続いたんですけど、ある程度ね、もうダンスやめないかなってなってきた時には、トレーニング基礎をちゃんとしてくれる、レッスンだったりとか、はっきりと、いや、そこできてないよ、もうちょっとこうした方がいいよって、こう結構はっきり言ってくれる、指摘をしてくれる、自分の技術をしっかりこう見極めて、はっきりものを言ってくれるみたいな先生のとこに、ちょっと頑張って勇気を出していけばよかったなっていうのはね、一つあります。っていうのも、やっぱり子供ちっちゃい時はね、やっぱこう、怖い先生だと合わないって、合わなくてやめちゃうみたいな、すぐやめちゃうみたいなこともあり得るかもしれないんですけど、やっぱある程度踊れるようになってきてね、ダンスがもうちょっと上手くなりたいなって思ってきた時は、厳しめの先生、はっきり言ってくれる先生の、レッスンだったり、ステージだったりに出たら、それって上達してるんですよね、結果。家庭はドキドキするけど、ステージに立った後はやっぱ上手になってるんですよね。だから私の中で言ったら、ビシって言ってくれるなって思ったのは、ガールズヒップホップを教えてくれた、リエ先生っていう方だったりとか、TRF の千春さんとかが、右目でって言ってるけど、しっかり向ききれてないよ、ちゃんと見ようね、とか、はっきりとね、言ってくれるタイプの、先生っていうのは、やっぱある程度ダンスが好きになってきたら、今度それが言われると、悔しいってなるんですね。できてないの？みたいな、私みたいな。じゃあ練習しようとか、じゃあその厳しい先生に、あ、上達したね、あ、いいやんとか、ピックアップされた時とかにめちゃくちゃ嬉しいんですよね。そう、ダンスが楽しいってなったら次の段階じゃないけど、そういう厳しめの先生に認めてもらえると、やったってなるし、結果上達するっていうところもあって、そういう先生をちょっと避けてきたんですけど、10代のもうちょっと早めの段階から厳しめの先生のところにちょっと行ってみたりとかしてもよかったのかなと思うので、スキルの向上がビャンって、もしかしたら早くなったんかなっていう思いもあるので、地元のダンススタジオで和気あいあいっていうのもね、最初はすごくいいと思うんですけど、だんだんこう踊れるようになった、なってきたらこうビシッと鍛えてくれる、コーチみたいな人のところに一回行ってみてもいいのかなと思います。だからそれが私のね、ちょっと失敗というかね、もっと早く行っとけばよかったなって思うところかな。はい、では次です。10代やっておけばよかったなっていう失敗5選。その3です。東京、大阪、ダンス修行。やっておけばよかった。はい、これはですね、高校生の時にダンス部をね、作って、岸さんで、岸和田市立産業高等学校でダンス部をね、作ったんですね。で、その3人組だったんですけど、その3人組のチームで、高校生のダンスコンテストとかに出だすわけですよ。ダンスアタックとかね、知ってる方いらっしゃるかな。ダンスチャレンジとか当時はあったかな。で、そこに、ちょっと田舎の岸和田のダンサー3人がさ、初めてやっぱその大阪市内のダンサーのコンテストに出るわけですよ。ここでびっくり動いたのが、大阪市内のそのダンスコンテストのダンサーさんたちって同い年ぐらいですよね、高校生での。中高生ダンスコンテストだから、めっちゃうまいびっくり超えて、え？みたいな。それというのもね、やっぱ私はその4歳から踊ってきて、で、それなりにダンス歴も長いし、そのダンス部でもやっぱダンス部を作ったというかね、キャプテンだったので、めちゃくちゃ自分に自信があったんですよ。岸和田で一番ダンス上手いやん、私みたいな。で、ね、胃の中の蛙っていうやつですよね。岸和田で一番上手いと思ってたから、
大阪市内のそのダンスアタック行った時に、うまい子バンバンいたんですよ。なんか私その目撃したのは、当時 G3 っていう、チームで出てた3人組の女の子が、まあ、有名なね、知る人ぞ知る猿渡り姉妹って言うんですけど、その姉妹がね、ジャンルはジャズだったんですけど、こうバトンとか新体操ができる、こう、ジャズアーの子たちで、もうバンバンこう、速中とか踊りながら速中して、バーってジャズの振り入ったりするし、ものすごいそのスタイルもいいし、超絶ジャズスキルみたいな、アクロバティックみたいなやる子とか、あとは、当時ね、モータルコンバットの若手の、メンバーとかが、出てたわけですよ。カクさん、リョーマさん、ヨッシーさんかなとかも、その、同じダンスコンテストに出てて、同級生、うーんまみたいな。びっくりこくわけですよ。で、そのダンスチャレンジっていうコンテストに出てた時、ちょっと若手登竜門みたいな、もうちょっと小規模のコンテストだったんで、なんかなるやろと思って出たんですけど、そこはね、もうちょっとオールジャンルというか、年齢層の幅はそんな設けてないダンスコンテストだったんですけど、そこに出てた、キッズダンサーがいて、それがラッシュボール。ラッシュボール。京香ちゃん、舞香ちゃん。わかるでしょ？このスーパーキッズダンサーが、もう今ね、元旦になってますけど、そりゃ。有名なその京香ちゃん、舞香ちゃんが、そのコンテストに出てて、めちゃくちゃ小さかったんですよ。その時何年生やったんやろ？小学生やったと思うんですけど、めっちゃ上手くて。あれ、その時に、だから同じダンスコンテストに出て、初めてラッシュボールのダンスをね、見て、なんかもうチャブ台って言わざるね、マイクちゃんがやってて、なんかこんなやつなんですけど、めちゃくちゃうまくて、ウェーブぐー入るし、自分よりちっちゃい年下の子たちが、まあ優勝したんですよ、そのコンテストで。で、高校生、こっち。高校生3人組じゃなくて、もうそっちのその小学生2人組がバチバチに決めて、優勝されてて、現実みたいな。こんな上手いコールインやみたいな、大阪でみたいな。すごいっていう衝撃とともに、チキチョーってなるわけですよ。これはやべえと。自分がもう、気象台では一番ダンス上手いと思ってたけど、大阪に化け物めっちゃおるやんみたいになって、ショック。知らなかったんですね。もっと早く知ってればよかったなと思うし、あとは私、結構その A ネーションアクトダンサーとか、A ネーションってね、もう終わっちゃったのかな。ABEX 主催の夏にやってる大型のフェスがあるんですよね。味の素スタジアムとか、京セラとかなんかと大きなとこでやるフェスがあるんですけど、ABEX の、ね、全アーティストが出るみたいな。それのオープニングアクトダンサーを、こう TRF の方がね、指導とオーディションしてくれて、ステージに出してくれるみたいなやつが全国であったんですけど、そういうのとか、あとドリカムさんの黒鳥ダンサーっていうね、それもドリカムさんが全国ツアーを回る中で、全地方でダンサーさんを舞台に上げてくれるっていうね、企画をやってて、出させてもらったことがあるんですけれども、そうやって私結構ね、舞台にまあ、3、40人もっと上がる ?40 人、50人ぐらい上がる、だからそういうなんか、大人数オーディションみたいな。そんな大きなステージにこうダンサーさんをたくさん出してくれるオーディションみたいな、その地方オーディション、だから東京だけじゃなくて日本全国でオーディションをやってくれてるみたいなものによくね、参加してたんです。10代の時から A ネーションとかもほんと3回出させてもらって、合ってるかな、ごめんなさい、経歴見てください。危ね、間違えてるかもしれない。ドリカムさんに関しては浦和とか本当に7箇所ぐらい出たかな、7地方ぐらい出ましたっていうぐらい、結構私ね、いろんな日本のその県に行って、地方のダンサーさんの色というか、地方ダンサーのオーディションをいろんな県で受けたんですね。その経験がいろんな地方のダンサーさんといったら戦った経験のもと、思ったのはやっぱ大阪レベル高みたいな。ストリートダンスのレベルが大阪高みたいな。であとは、TRF の千春さんとエツさんはジャズダンスですから、このジャズダンスの振り付けになると、今度東京の千春さんチームのジャズ踊るお姉さんたち、うんまダンスがうますぎるみたいな、ジャズうまい東京のお姉さんたちみたいな、もうバチンバチンに踊れるわけですよねっていう。
そのショックをまたそこでね、衝撃ショックを受けて、他にも地方、ね、北海道行ったり、名古屋かな、一番近いのは名古屋ですよね。名古屋行ったりとか、新潟行ったりとか、福岡とかね、いろんな地方のダンサーさんとオーディション戦ってやってきて感じたのは、やっぱ大阪のオーディションがめちゃくちゃ白熱するんですよね。やっぱ大阪、東京が。関西人なんてめっちゃ負けず嫌いやし、誰がそのオーディション始まりますって、スタジオ入りますってなった瞬間に、誰が前取るか、みたいな合戦も、やっぱ大阪の子たち、バンバン前行くし、名古屋で、こう、黒鳥ダンサーとかやった時は、やっぱこうね、すごい優しい子たちだなっていう印象が、穏やかな子たちが多いんだなっていう印象だったんですね。そこで、黒鳥ダンサーした時は、っていうのもあって、なんかやっぱりね、その、切磋琢磨するというか、負けへんでみたいな、やったるでみたいな、その、環境としても、すごい自分もこう、焦らされるというかね、大阪、東京に、特に市内に行くと、本当に、キャーみたいな、自分なんて、全然、上手くないみたいな、上手い子いっぱいいるみたいな、同世代。その、焦らされる環境に一回飛び込んでみるっていうのは、すごいね、刺激になって、いいなと思います。なので、この地方のね、ダンサーさんとかもし見てたら、夏休みなのかなんかの機会でね、ぜひこう、大阪、東京の、こう、ダンスレッスンなのか、オーディションなのかに行ってみて、こう、ショックを受けるみたいな体験もね、こう、一回してみるといいのかな。まあ、例えば、ナンバー出演とか、岸和田職業体験っていう動画前に出しましたけど、その職業体験してくれたね、マオナメイナちゃんとかね、岸和田がわざわざ東京、レジェンド東京に、こう、出に来たりとかね、いろんな悔しい思いもしたと思うんですよ。で、やっぱりそうやって東京のコンテストナンバーに出させてもらって、こういろんなダンサーさんのうまそうを見て、ああ、自分もっと頑張らなあかんなってこう思って帰るとかね。倖田組ダンサーの方で、あかねちゃんっていう子がね、こう出てくれたんですけど、過去に。そのあかねちゃんもね、もともとは福島の子だけども、大阪でダンス修行ね。したって言ってましたよね。ノミニクさんとか、ヨシエさんとか、アキヒコさんに習ってたっていうことで、そうやってこう、自分の地元離れて、そういうこう、トップダンサーの人たちにちょっと教えを請いに行くとかね、ちょっと修行しに行くみたいな期間も、あると、ちょっとこうね、刺激になっていいかなと思いましたので、私はだからそういう機会に恵まれたのが、高校生ぐらいになって、からも多分衝撃だったので、もっと早い段階で、ちょっとそういうことに挑戦できるかなっていう子は、ちょっと早めに、東京大阪ダンサーのうまさを見て、ちょっと愕然としていただくっていう機会も、ぜひぜひ、作れたら作ってみてください。10代、やっておけばよかったなって思う失敗5選、その4です。信頼の貯蓄です。はい。ちょっとこれね、前回の動画でも話しましたけれども、私、遅刻までございまして、過去だよ。過去だよ。これいつから？もう子供の時からですね。小学生の時からもう本当に遅刻まで。なんか低血圧なんですよ。何しかずっと低血圧。で、その低血圧っていうのも気がついたのが高校生ぐらいの時で、なんか高校生の時にね、母にホームヘルパーの資格を取りに行ったらって言われてね、夏休みに資格を取りに行ったんですよ、ホームヘルパーの。でね、その朝みんなおばちゃん、おじいちゃんおばあちゃんの子、血圧を測るんですけれども、その血圧計でね、じゃあ、さやちゃんも測ってみるって測ってみたらね、すごい低血圧でみんなね、ってびっくりされた、血圧が出たんですけど、私ってすごい低血圧なんだってそこで気づくんですけど、まあ、それのせいにしたらダメだとは思うんですけれども、もうほんと小学生の時から遅刻まで、全然それが大人になっても、ユニバで働き始めた20代になっても本当に治らなくてですね、遅刻するよね、この子っていう蓄積が、多分、こう、ダンスはね、ある程度踊れてたと思うんですけど、じゃあ仕事を振っていこうとかってなった時に、例えば専門学校とかに入ったらね、東京の先生も多く来られてたので、ね、私が上京したタイミングとか、いろんなタイミングでね、お仕事を振ってもらえる機会もおそらくあったであろうとは思うんですけれども、全然先生からね、なんかそういうの依頼されたことないなと思って、ふと振り返れば。というのもね、やっぱりその時間を守れない。時間っていうのはもう、ね、お金と同じぐらいやっぱりこう、大事なものですから、こう、命の時間なわけですから。それをね、貴重な時間を使ってくださる人に対して、こう、やっぱ時間を大事にできない人っていうのは、まあ、みんなわかってると思うんですけど、信頼がたまらないですから、この当たり前のように遅刻してた、もうほんと気分屋さんだったんで、もう自分が中心に世界回ってるみたいな10代さんだったので、自分が起きたい時に起きて、寝たい時に寝て、踊りたたい時に踊るのがダンスだよね、みたいな。めっちゃダサい。自分で言ってくれちゃった。
でもそう思ってたんですよ、本当に。そういう価値観だったんです。もう自由なものがダンスじゃんみたいな。好きな時に起きて踊るのがダンスじゃんみたいな。いつでもどこでも踊るのがダンスじゃんと思ってね。駅でも、駅のホームでも、服屋さんでも、誰かとデート中でもですね、こうなんか踊り出す。彼女なんか、俺の彼女踊り出すねんけど、みたいな。っていう、なんかそういう人だったんです。なかなかね、こう、治らなくて踊れるっていういろんな実績がこうコンテストとかバトルでの経歴がこう出ていってもなんかなかなか仕事振ってもらえないなっていうところはやっぱり先輩たちがあ、さやかに仕事振ったら飛ぶわこいつやばいってやらかすわって思われてたんだろうなっていうのはねふつふつと感じます。だからその私にこう仕事のオファーとかをいただけるようになったのはやっぱりこう25子供を産んでから性格がガラリと変わっていきまして、やっぱり子供はね私の背中を見て育つわけですからこう背筋が伸びるというかねちゃんとしないといけない、お母さんの真似っこするからお母さんちゃんとしないといけない、そんな幼稚園にね 毎朝遅刻するわけにはいかないですよね。だからこうちゃんとするみたいな風になって命を産んでようやくその遅刻魔がだんだん解消されていった、遅刻をしなくなっていった人なので、そうするとやっぱりこう子供を産んでからの方がなんかこうちょっとこう先生になるようなお仕事だったりとか振り付けをしてくださいみたいなお仕事だったりとかアシスタントしてくださいみたいなお仕事が舞い込んでくることがやっぱりその時間が守れるようになるとこう子供のおかげで成長させてもらえたんですけど、それはその後の方がお仕事がやっぱもらえたりとか声かけてもらえたりっていう信頼につながったので、やっぱりその20代前半とか10代の時になかなか先生たちからあれ仕事降ってこないなって思ったのはやっぱりこの遅刻魔が原因だったなと思うので、皆さんはやってないと思うけども、そんなひどい私ぐらいの遅刻魔の人なかなかいなかったと思うけども、してる人はちょっと若干しちゃってるなっていう人はぜひ時間を守る、相手の時間をしっかり貴重に扱ってあげる、命のね時間なのでそれを大事に扱うっていうこと、まあ、お互いにね気をつけていきましょう、信頼の貯蓄になりますよっていうところで失敗でした。10代やっておけばよかったなっていう失敗5選、ラストその5です。自分の限界を知りましょうです。これはですね、私ね6年生の時に1個事件が起きまして、これ私の中ニューヨーク事件と呼んでるんですけれども、小5の時にやっぱその吉本のね、話しました。ファミリーミュージカルに出たことにより、やっぱそのミュージカルの憧れが強くなったりして、今度こう、ミュージカルのね、地域のですけど、ミュージカルのオーディションを受けて、こう、ミュージカルの練習とかもこう行くようになったんですね。ダンススタジオとは別に。自分で一人でも、ね、小5、小6だからなんかもう一人で電車乗って一人で習い事行ったりね、都会の子やったらこう自分でチャリ乗って行ったりとかなんかするじゃないですか、だんだんね自立して。で私もやっぱりその電車に乗って、貝塚やったかな、貝塚とか泉佐野にホールがあったんですけど、そういうところにミュージカルの練習とかも自分一人でもう行けるようになってたんですね。だからダンススタジオプラスミュージカルの練習して、で私が通ってるダンススタジオさんは今度その小6の終わりぐらいにニューヨークで公演をするっていうことをね先生が言い出したんですね。まあすごいニューヨークが好きな先生で、もう1年の半分ぐらいニューヨークにいるような先生だったんですね。それもその経験もあって子供たちも含め大人も含め、ちょっとピックアップした子たちでちょっとニューヨークに行こうと、もうもちろんお金もすごいかかるので行ける子は行きましょうっていうことで連れてってくれたんですよね。なのでそのちょうどねニューヨーク公演の練習とそのミュージカルの練習がちょっとこう期間がバッティングしてる時だったんですよね。うん、で私もやっぱりそのダンススタジオでね長いですから4歳からずっとそこのダンススタジオにね通って、もう何8年ぐらいそこに通ってるわけですから、いいポジションもねいつもいただいたりしてたので、なんかやっぱりこう練習もねやっぱだんだん大変になってくるというかね、平日週3ぐらいでダンススタジオにおったかな、で発表会前とかリハーサル期間になったら土日ももちろん練習しに行ったりとかして、もう自分でね大量の衣装を自転車の前に積んで、こう自分でダンススタジオに自転車で通ったりとかねしてましたけれども、それをやりながらミュージカルもやりながら、ちょうどなんかこう踊れるキッズダンサー、自分で言ったら恥ずかしいけど、ある程度こう踊れるようになってきたキッズダンサーって多分忙しくなるんですよ。その小6、中学生上がるぐらいの時期。ちょっとなんかこう大人の人とも一緒にこう、ね、そうやってミュージカルさせてもらったりとか、そういう大きな公演で出させてもらったりとか、で、ちょうどこう伸びしろもあるしね、子供だからね。っていうので、なんかすごい多分忙しかったと思います。はい。その中学受験とかはね、田舎なんてなかった、やらなかったですけど、その習い事もダンスがとにかく、
忙しかった時期で、やっぱそうなるとなんか、しかも小学生だから自分で体調管理ってなかなか難しいじゃないですか。まあ、こまめに水分補給取るとか、あ、なんかちょっと疲れてきてるから、鉄分を取ろうとか、この栄養素を取ろうみたいなのが、やっぱりね、子供じゃできないじゃないですか。まあ、もちろんその夜ご飯とかはなんかこう、お母さんがね、いろいろしてくれてたと思うんですけど、なんか自分で、あ、こういう体の体調やからこういう栄養素を取ろうみたいな、そういうこともね、まだできない。じゃないですか。自分でもわからないし、大人にも、だから伝えられないので、やっぱその体調管理みたいな面で、体調をね、ドカッと崩してしまう瞬間があったんですけど、それがですね、ニューヨークに向かってる飛行機の中で、体調を崩してしまったんですよ。機内食が出たんですよね、ニューヨークに行くのって。すごい時間かかります。12時間ぐらいかかる？もっとかかる？めっちゃ時間かかりますよね。で、何回か機内食が出るんですけど、そこでね、なんか美味しそうなね、サーモン寿司が出て、お寿司が出て、そのお寿司で食べたら、食当たってしまったんですよね。そう、ちょっと体調悪かったんでしょう。ね、みんな同じもん食べてるはずなんですけど、私だけ当たってしまって、もう、その、ニューヨークに向かってる飛行機のトイレの中で、もう、オートが止まらない。もう、ごめんなさい、汚い。お食事中の人おったらごめんなさい。ずっと吐き続けて、もうトイレからも全然出てこれない状態になってしまって、で、それが小6でしょう。なんかもうずっとキッズの先生が背中さすってくれて、どうしようどうしようみたいな感じになって、もう、最悪のフライトだったんですよ。機内で。で、もうその吐き続けて、で、ニューヨークに着いたら、今度はこう、私がね、その体調が悪いから、ちょっと日本食にしとこうかって言って、先生が日本食のね、お店に連れてってくれるんですけど、もう体調めちゃくちゃ悪いから、なんかお蕎麦をね、してくれたんですけど、そのお蕎麦がもう砂みたいな味に感じるわけですよ。なんかもう体調悪すぎて。プラス多分ね、時差ボケも、初体験だったと思います。気持ち悪いの掛け算。オンパレとかも食べれない。お蕎麦ですら食べれないみたいな感じになってしまって、もうそっからせっかくニューヨーク着いたのに、もう寝込んでしまったんですね。とにかく食べられないから、どんどん具合が悪くなっていくわけですよ。これまずいな、というわけで、海外でね、お医者さん行くのすごいこう、大変だったと思うんですけど、まあ、しょうがない。もう病院にね、連れてってくれて先生が。そして診断された時にはもう脱水症状だったんですよね。もう、ものが、まあ、水ぐらいは飲んでたかもしれんけどね、やっぱ、嘔吐もしてるし、疲れから来る、疲労から来る、免疫が落ちて、疲れが出て、きっとそういうね、こう、体調を崩してしまったんでしょうっていうところで、で、まあ、その時差ボケだったり、疲れだったり、その食あたりなんか全部が、こう、重なってしまって、脱水症状になってるから、ちょっと休養を取ってください。栄養が取れたら取って、みたいな。点滴もしてもらって、栄養を取って、ちょっとこう、ホテルで休んでましょうってなって、もう、イコールもうその状態なので、もう、ニューヨーク着いたけど、リハーサルも一切参加できず、で、参加できないってことは、こう、本番もね、結局は、出れなかったんです。ニューヨークまで行ったのに、今思い返しても悔しいけど、出ないでおこっかって、本番、出ないことにしようって、こう先生がね、決断されて、ホテルで休んでてねってなったんですけど、ホテルで泣きました。小学校6年生、12歳。ホテルで大泣きしました。せっかくニューヨーク来たのに出れない。まあ、そのね、いろいろ先生もこう、アクティビティ組んでくれてて、まあ、そのニューヨーク公演だけじゃなくて、いろんなね、こう、遊びに連れてってくれたり、お店に連れてってくれたりみたいな、そのフリーの日もあったんですけど、そういうのも行けず、何しに行ったんだ、ニューヨークに、みたいな。高いお金払ってもらって、何しに来たんだ、ニューヨークに、みたいなね。悔しい経験をして、まあ、帰ってきたんですけどね。はい、そういうことがあったんですよね。怖いですよね。6年生、その中学生ぐらいの時期だったんですね。ちょうどだったんですけど、春休みに多分いてたと思うので、で、ちょうどその、なんかこう、女の子の体的にも多分ちょうどこう、体調が変わりやすい、ちょっとデリケートな時期でもあったんかなっていうのと、やっぱりその、やっぱ忙しかったんですよね。ミュージカルとそのニューヨーク公演が重なってたっていうところもあって、やっぱ酷使してたんでしょうね。子供なりにすごい、頑張りすぎてたんでしょうね。でも大好きなんでダンスが。しんどいとかっていうのにもちょっと気づくのが遅かったんですけど、やっぱりね、子供やから体力あるやろうと思って、バンバンね、こうやれてる時期と思いきや、疲れる時は疲れるというか、体調が
か、こう崩しやすい時はこういつも食べてるものでもそうやって食あたりになってしまったりとかっていうことも、やっぱ免疫が落ちちゃうと疲れが溜まるとそういうこともね、子供でもやっぱ起きてしまうので、それはやっぱ悔しかった経験なので、上手な子供のダンサーちゃん本当多いですけれども、今もとってもハードスケジュールみたいなね、ちょっと休養をね取れる時間もないなみたいなね、もしかしたらね、いるかもしれないので、そういう子は本当にね、こう、休養を取れるときはしっかりとって、もちろん練習頑張るんだけどね、ちょっとこう、栄養管理みたいなのもちょっとね、周りの大人も見てあげて、やってあげるといいのかなっていう思いがあるので、ちょっと私はその時すごい悔しい経験をしたので、ぜひですね、今頑張ってる、その小中学生の子、まあ、10代の子とかは、特に、ちょっと体調ね、気をつけて、頑張ってやってみてくださいってことで。はい。でもね、その時はすごい悔しいっていう経験だったんですけれども、そのでやっぱダンススタジオの子たちがね、優しくてですね、今度日本に帰ってきてからの次のダンスの発表会でね、そのニューヨーク公演でやったネタを、私がね、サヤピーって言われてたんですけど、サヤピーが踊れてないから、ニューヨーク公演でやったそのネタを、ぜひ日本の発表会でもやらせてくださいってね、そのキッズの子たちが、そのニューヨークメンバーがね、先生に直談判しに言ってくれたっていうことがあって、私の知らないところで、サヤピーが踊れてないジャネス・ジャクソンの曲を、ぜひ、踊らせてあげてくださいって言ってね、オーライトっていう曲なんですけど、ちょっとインスタグラムでもね、踊ったりしてるんですけど、ちょっと私にとってそのジャネット・ジャクソンのオーライトっていう曲は、ニューヨーク公演で踊れなくて悔しかったけど、でも日本帰ってきて、その日本のダンススタジオの、友達たちが、こう言ってくれて、発表会で、そのニューヨークでやったネタを、みんなで一緒に踊ることができたんですよね。お友達のおかげで。なので、私にとってはすごい思い出のある曲だったりもするんですけど、悔しかったからこそ、いつか絶対アメリカ行ってやる、もう一回っていう、ニューヨーク、アメリカもう一回行ってやるんだっていう思いが多分そこで、悔しかったけど、あったから失敗してしまったっていう経験があったから、限界をそこで知ったわけですよ。さやか少女は私はここまでやる練習をすると倒れちゃう人なんだな、みたいな。っていう限界を知ることができたので、頑張りすぎない倒れるまではやんない、みたいな。ところもちょっとね、意識せつつ、眠くなったらこのぐらいの眠い時は寝るんだ、みたいな。って思ったからね、そのユニバ時代眠かったら寝てたんでしょうね。はい。そしたらまあ、こう、チームの子に叱られるっていう。いつまで寝とんねんみたいな、練習しろって怒られるんですけど。でも、そうやって自分の体調の限界をちゃんと知っといて、ここまで行ったらバタンキューするぞっていうのは知れたのは、いいなっていうのと、あとはそこで悔しいなって思ったからこそ、大人になってから、22になってから、もう一回アメリカに行ったっていう。悔しくて行ったっていうことがあるので、まあ、一概にね、その失敗をこう、失敗のまま終わらせないぞっていう気持ちもね、大事かなと思うのでね、10代のみんなもね、体調を崩さないように本当にね、崩すときは崩すんですけど、気をつけてね、ダンス、こう、頑張り屋さんがね、きっと多いと思うので、しんどいときはしんどいってちゃんと言って、休むのも、大事、本番にいいパフォーマンスができるように持っていかないといけないので、そういう風に練習を組んでいく。難しいよね。難しいけど、そういう風に周りの大人の方も見てあげるといいんじゃないかな、なんて思います。はい。というわけで、今回もですね、私がやっぱね、4歳から踊ってきてるので、やっぱ10代もね、いろんな思い出があります。失敗あります。本当にこうね、ダンスを続けるっていうのもね、なかなか、子供の習い事っていうところで難しいかなっていうとこでもあります。ね、私もこのダンススタジオすごいね、大好きなお友達いっぱいいたので、とても居心地が良かったダンススタジオさんだったんですけれども、素敵なダンススタジオでも、なんかやっぱりそういろんなね、子供なりの事件が起こるので、このダンサートークでもそうですし、子供にとったら、こういうダンススタジオだとありがたいよねとか、うちの子にはこういうスタジオが合いそうだなとかね、本当にそういういろんなことを皆さんと共有していけたら、自分のスタイルに合ったね、環境っていうのが見つけられるかもしれないので、ぜひね、このチャンネル活用していただいて、あとは、ぜひ情報もね、お寄せいただいて、みんなにね、いろんないい情報をね、シェアしていけたら、今後もいいなと思います。はい。なので皆さんのね、ぜひ参考に一つでもなれば、今回も嬉しいなと思いますので、コメント欄で感想をお寄せいただけると、さやにはとっても嬉しいです。
らではですね、インスタグラム、TikTok、X、そして LINE 公式アカウントもございますので、ぜひ、お好きなね、SNS ありましたらフォローしに来てくれると嬉しいです。これからもダンス情報を皆さんと一緒にシェアして楽しんでダンサートークしていけたらいいなと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価も押していっていただけると嬉しいです。では、またお会いしましょう。せやねでした。ほらなー。